はい。大はピュアラブです。河井克行、安里夫妻の裁判を担当していた29歳の若手検事が CIA に丸されていました。 表向きの理由は、上司から注意されて、悩んでのことだったとされているんですが、周囲の人たちや家族は、それはあり得ないと言っています。 河井克幸、安里議員は、前回の記事でも書きましたが、政府ぐるみで年間15万件も行っている子供たちの人身売買を止めようとしていました。 この若手検事は、この事件が、でっち上げの事件で、明らかにおかしいと気づいたのではないでしょうか。そして、CIA の意向に従うことを拒否したのかもしれません。 そのため CIA に丸されたと思います。CIA、イルミナティの意向に逆らえば、検事だろうが、裁判官だろうが、弁護士だろうが、簡単に丸されてしまうのです。 えー、この事件はね、河合克之さんとン里さんにね、えー、お金を渡したとされる自民党の大物たちはね、もう一切うやむやにされてるんですよ。えー、これはね、もう誰がどう見てもおかしいですよね。えー、つまりね、 河合克かさんや、安ん夫妻が、年間ね、15万件も行われてる、この政府ぐるみのね、人身売買を止めようとしたから、こうされたと、いうことなんですよ、これは。えー、まあそちらのね、詳しいことに関しては、えー、概要欄の方にね、 リンクも貼っておきますので、そちらもご覧ください。ご視聴いただき、ありがとうございました。